はい、どうもバーモログフィールドチャンネルのバーモくんです。今日はですね、高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、大型のキャンピングカー、キャンピングトレーラーで快適に車中泊できるかレビューシリーズの第2弾、境川パーキングエリア下り、中央道境川パーキングエリア下りの、レビューをしたいと思います。はい、こちらはですね、結構ね、大型のレーンがとっても豊富でですね、パーキングエリアですけれども、大きい車が安心で止まれる、パーキングエリアになってます。で、まあ、あのアイドリングがうるさいのはね、しょうがないとしてもですね、大型のキャンピングカーでも、大きなね、キャンピングトレーラー引っ張っていてもですね、安心に止まれます。またね、コンビニが、ファミリーマートがね、あるので、一般道と同じファミリーマートがあるのでですね、何でも、食べ物が買えたりとかできるということで、快適に車中泊ができる、サービスエリアになっていますのでですね、ぜひ、ご覧いただければと思います。着いたらですね、簡単に、外に出てレビューしたいと思います。あと4キロ、あと3キロ、境川出てきた、ちょうど。はい、境川パーキングエリア到着。今日はね、ゴールデンウィークじゃないや、夏休みっていうのもあって、警備員さんがいますけれども、普段いなくてもね、安心して止められる場所でございます。ここね、珍しい、あのパーキングエリアなのに2レーン大型トラックなんで、大型トラックゾーンなんですね。2レーンもこれだけあればね、絶対止まれるんで、おすすめです。この先合流があります、ご注意ください。普通車のレーンはね、あのサービスエリア、パーキングエリアの施設側だけなんですよね。珍しいですよ、こういうとこ。こんだけ止まりやすい場所はなかなかない。よいしょ、到着。はい、そこがファミマね。で、こっちのレーンが全部、乗用車エリアなんですけど、今ここ真ん中で、真ん中がトラックエリアで、その後ろもトラックエリアなんですよ。だから、大きい車で来てもね、安心して止められる、ね、ここいいでしょ。ファミマ境川で、トイレはこっちね。はい、ということでね、中央道の境川パーキングエリア下りの、大きい車で車中泊がしやすいかレビューでございました。とってもおすすめです。八王子インターからですね、ここまでの間で一番おすすめですね。もし泊まる方はですね、この先の、なんだっけ、この先は双葉パーキングエリア、サービスエリアありますけれども、こっちの方がね、私個人的にはおすすめなので、ぜひね、参考にしていただければと思います。それではね、このシリーズね、また高速に乗ってサービスエリア寄るたんびにね、更新していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をして、お待ちいただけたら嬉しいです。大型トラックの方にもね、お役に立てたらいいなと思ってますので、ご覧いただければと思います。それではまた、バイバイ。